ンはさすがぼっち。ポケモン抽選パルールは簡単。箱の中から紙を6枚取り出し、その描かれたポケモンでパーティーを作り対戦する。ポケモンスカーレット・バイオレットの DLC 解禁までに全ポケモン活躍しなければポケモン引退。皆さんこんにちは、スイカです。今回も抽選パやっていきます。コメント返信です。この抽選パの方コンセプト募集みたいな企画やってほしい。割と自信がある。今回ちょっと割と抽選パね、一週間に3構築ぐらい考えたりしてるから、ちょっと、視聴者にね、募集できるもんならちょっと募集してみたいですね。ちょっと、ツイッターの DM で募集しています。もう、一ヶ月日みたいにたくさん来たらちょっと、びっくりはしちゃうんですけど、お待ちしております。はい、次に、墓地。僕ね、マジで、最近の SV の新ポケモン、マジで何できるか知らない。ワライダーはね、なんか、ネバネバネット巻いたり、置き土産できることは知ってる。タマンチラを使ってたから知ってる。でも、キラフロール強いじゃないの。こいつなんかめちゃくちゃランクまで見るよ。さあ、オチャーレム。まあでもね、今回さ、割と、めちゃくちゃ強いパーティー作れるんちゃうか。まあ、タンドはちょっとわからんけど、多分めっちゃ強いと思います。なんやこのマイナー。俺以外にスリーパー使う人っているんですね。いや、感動だ。これはもう、お互い仲間として、切磋琢磨していきたいところですね。さあ、相手もマイナー使いということで、僕もちょっとマイナー使いの端くれとして、ちょっと相手に全力をぶつけていこうと思います。で、今回はね、この、墓地。こいつがね、結構やれるポケモンなんで、今回墓地を起点に、この一カリズミで繋げていく、そういうコンボをちょっと決めていこうかなと思ってます。はい。あとは適当に、まあ、チャーレムかキラフロールでちょっと迷ってるんですが、まあ、この相手的には、チャーレムでいいかな。キラフロールでブラッキー倒せるかというと結構怪しいしね。ということで、今回はこの3匹で戦っていこうと思います。RS さん、ルビーサファの略かな。僕、ポケモンのシリーズで一番ルビーサファイアが好きなんですよ。なんか、僕今年25歳になるんですけど、大体25歳の人たちって、ダイヤモンドパール全盛期なんですよ。だから同年代とポケモンの話すると、ちょっと話が合わないですよね。そういう素朴感を感じるスイカさんです。ここはトリックして、高校の尻尾を押し付けていきましょう。てか、相手、ショターンで体一個するのなかなかに、超強気ですね。しかし、墓地は残念ながら持ち物の奇跡ではありません。そう、今回は、高校の尻尾を持たせて、そっからあくびで起点を作成していく、そういう方になっています。まあ、ここは、あくびでいいでしょう。置き土産でもいいんですけど、まあ、腹太鼓されちゃったらね、もう仕方がないんで。氷の粒って、ワンちゃん大変か？うおー、さすが墓地！ワンちゃんなだけあるわ。そう、なんとね、墓地って、特性モフモフなんですよね。まあ、今回、氷の粒っては接触技じゃないんで、まあ、素で墓地の耐久が高かったことをこれで証明することができたという、面白い展開になりはしたんですが、実際のところはモフモフで接触技を食らうと防御2倍換算で、防御が上がりますので、実は進化の石を持たせなくてもめっちゃ硬くなります。で、相手がここスリーパー交代してきた理由としては多分あくびを特性不眠で、シャットアウトしたかったからだと思います。まあ、ここはもう一回ネズミで行きましょう。で、お片付けもしたいところなんですけど、スリーパーってね、空振り催眠術が結構僕の頭の中ではメジャーなんじゃないかなと思ってるんで、ここネズミ山で倒しに行きます。まあ、スリーパー、特防はめちゃくちゃ高いんですけど、防御はペラペラなんで、多分ネズミ山で角位置取れると思います。いや、強すぎるんだよな、このネズミマジで。ちなみに、一家ネズミさん、HP4 ぶりのセグレイブも、なんか、お片付けで攻撃力上げなくても、角位置で倒せるらしいです。本当に、このネズミは頭おかしいですね。で、ピントレンズ持たせることによって、これで、90% の確率で、ネズミ座が10回当たる仕様になってるらしいんで、それも、壊れ方が本当に上がってますよね。で、ルカリオは、ここはもう多分相手格闘技打ってくると思うんで、ゴーストテラスタルでネズミ山で打っていこうと思います。で、あとはもう、相手が格闘技打ってきたら、アンコールで縛って、ネズミ山の、まあ、運巻きを少しでも減らしていくような、そういう戦い方をしていこうかなと思います。
可愛い。おい旦那さん過労死で昇天してるぞ。まあ家族を守るっていうのはもう命がけですからね。さあ相手が格闘テラスタルを切ってくれたおかげでネズミ山が等倍になるんでめちゃくちゃ嬉しいですね。嬉しすぎる。いやーこういうことがあるからルカリアは本当に油断ができないんですよね。いやー真空波今の環境では全然見ないんでこれはちょっとあいつ皆さん油断すると本当に命取られちゃうんで気をつけてくださいね。さあルカリオもこれ倒すことができればもうあとはもうネズミ山でハルクジラを倒して勝ちですね。まあ皆さんあの対策しなければこんな感じで一カネズミにやられちゃうんで気をつけてくださいね。僕はこの一カネズミマイナーポケモン使ってるんでかなり脅威に感じてるんですがそれよりもこの完全劣化になりそうなチラチーノさんがあの完全に持ち株奪われていて最近ちょっと同情してます。というわけで対戦ありがとうございました。皆さんこのチラチーノのこともたまには思い出してあげてください。さすがに一家ネズミがいるときはダウンロードコンテンツでチラチーノ出てこへんよな。多分チラチーノ解禁されたらゆっくり実況者がネタにするんだろうな。おおなんかランクマやっぱりハピナスレイドのおかげかわからないけど、マイナーポケモン増えた気がする。これはめちゃくちゃ嬉しいですね。今回はこのワナイダをデバレバネットばらまいて、そっからイッカネズミとキラフロールで倒していく構成で戦っていこうと思います。おそらく相手先発、オーロンゲか、キリキザンあたりから来ると思うんで、その辺を、まあ比較的ワナイダが有利に、まあ戦えるということで、それで戦っていこうと思います。よろしくお願いします。わたっこ!いやー、わたっこはね、一回ともえ投げで、相手の方がマジでわかる。身代わりをされるとめちゃくちゃめんどくさいんですけど、コットンガードのイメージがめちゃくちゃ強いよね、わたっこは。あの、コットンガードバトンタッチ型か、まあ、力を吸い取るとか、そう、こういう感じでね、してきたりの物流系が結構強いイメージなんで、まあ、結果として巴投げして大正解ですね。ここで宿行きの種とか打たれたら元も子もないんで。オッケー。相手は物流系ってことは確定ですね。持ち物割れるのでかすぎー。さあ、誰が来るかな。キノガッサー。おー、なんか、虫といい草といい、なんか春を感じますね。で、キラフロールが今回、最速サーフを抜き調整してるんで、ここネット巻かなくていいですね。助け潰しに行きまーす。多分ここ当ててくれ。よーし、もうガッサタスキ潰せはこっちのもんよ、もう。ワナイダー特性踏みマジで読まれないっすね。こんなにも知名度低いもんなんやな。皆さんワナイダーは特性踏みなんでぜひ覚えてくださいね。さあこの瞬間、ああワタコは別にいいとして、多分このキノガッサ岩石牛耳持ってないですね。岩風切ってて地ならし、種馬、マハパンチみたいな構成っぽいね。ここ岩石封じで。で、アタックを素早さ下げることができれば、これでキラフロールの上を確実に取ることができるんで、それで繋げていこうと思います。オッケー!あ、結構食らうね。あ、急所これめちゃくちゃでかいかもしれん。で、アタックを110族なんで、これで素早さ1段階下げることができれば、まあ、相手が最速、純速で育成したとしても、まあ、これで、キラフロールで確実に仕留めることができるよというわけですね。さあ、そういうことで、多分ここ力を吸い取るんだと思うんで、行きましょう。オッケー!さあ、まあ、ここはもう、正直、キラフロールはわざわざテラスタル切らなくてもいいかな。で、ここは、切り刻ん交代が嫌なんでパージェムします。さあ、どうやら相手は交代ができないらしいですね。誰や?じゃ、これ、あれだな。切り刻んおらへんな。リーフィアか、オリーバあたりか。この感じだと後ろ。オリーバだ。相手さん、どうやら、キラフロールを重く選出してしまったようですね。ただ、ここで油断するな。そう、なんとね、オリーバ、地面テラスタル割と使う人結構いるんで、ここは相手がテラスタルを打ってきたところ見計らってから攻めるのが吉。ということで、ここはワナイダーで様子見しましょう。エナジーボール。アタッカーか。てか、テラスタル切ってこんのな。勝ってこいつ嘘でしょ。もうじゃあ、ここ、巴投げでいいよ、もうじゃあ。
まあ、キノガッサにも、まあ、ちまちまダメージ入れることできるし、まあ、それに越したことはないですね。これ耐えるっしょ、多分。買ったえ、な、どういう構成してんやろ。なんか俺の知ってるオリーバじゃないんだよな。なんか、ヤードレギの種とかでちまちましてくる、結構いやらしい方ではなさそうだし、かといって、メガネを持ってそうな感じでもないんですよね。突撃直径とか持ってんのかな。さあ、キノガッサと、いいですね。キノコとオリーブオイルでなんか美味しそうな料理作れそうやな。なんかそこにパスタとかがあるとめちゃくちゃ美味しいペペロンチーノが作れそう。いやー、いいですね。ここはもう一回巴投げで。テラバースト！うわー、なんかこの瞬間めっちゃ物騒なってきたぞ。テラバースト？炎テラスタルとかってこと？うわー、ちょっと気のがしさも匂わせてきますね、これね。あー、テラバースト、いや、炎の可能性あるよな。でも、ここで、ワナイダーに対して炎テラスタル切ってこなかったってことは、多分、炎じゃないんですよ。なんなんだろうね。ここは岩石封じをする理由として、相手がこぼれだれじゃなかったからですね。まあ、ここはマウンコールは好きにしてもらっていいとして、まあ、ここは、一回、交代でいいかな。で、最終的に、キラフロール通せればいいから、相手がここで変なことしてきたらアンコールで適当に縛って、まあ、戦うのがいいんじゃないでしょうか。力を吸い取る好きだな、相手さん。じゃあ、イカネズミ今回なんとアンコールも覚えてますので、相手に一生力を吸い取るしてもらってから、まあ、そっから、オリーバに交代して、まあ、通していく感じでいきましょうか。いや、マジでネズミのアンコール強いな。なんか、脳死で、ポケモンデータベースで、なんか3番目ぐらいに多く採用されてたから、それを参考に入れてみたけど、いや、なかなか優秀ですね。まあ、種マシンガンないことによって、結構居住音がきつくなるんですけど、まあ、だとしても、このアンコールで積みの起点に、できることもできる、アンコール皆さん、ぜひ一回ネズミ使うときあったら使ってみてください。おすすめです。さあ、この瞬間、毒ダメージの一環を取ることができつつ、アンコも残り一旦。これはもうヘドロウェーブでいいですね。テラスタル切られても問題はないという感じで。おー、突撃直帰でもないんだ。あー、わかんねえ。いや、多分これ突撃直帰持ってて、ワンチャン有効急所引いた説あるな。まあ、いいでしょう。多分これは概ね勝ちだと思います。で、テラバースト持ってるってことは、地鳴らしとか持ってない可能性が、なくはないんですよね、相手さん。そこもなんかどうなのかって感じではありますが、多分僕の予想、炎以外。なるほどゴーストテラスタルか。めちゃくちゃ珍しいっすね。誰ケアなんやろ。さあ、テラバースト。ワンチャン種マシンガンだとやられてた可能性あったかもしれませんが、まあ、これは多分耐えますね。うん、これマハパンチ圏外なんで、これはもう普通にヘドロウェーブって勝ちですね。いや、今回のパーティー、やっぱりキラフロール、まあ、アタッカーとして使ってるのもそうなんだけど、一般的にキラフロールってステルスロック機動員のイメージがめっちゃ強いから、なんかそれも相まってか、アタッカーとして運用するのが結構奇襲性能高くて、結構今回のパーティー噛み合ってるな。いや、マジでね、今回ね、めっちゃ強い。分かってたことではあったけど。ということで、対戦ありがとうございました。いや、マジで今回のパーティー強い。